パトロール中の警察官に外国人が暴れているとの通報が。あと他から多分箱から2名来てると思うんですよ。現場は歌舞伎町にある西武新宿駅。警察官が駆けつけると、改札付近で叫びながら暴れている外国人が。落ち着いて、落ち着いて。後ろで座るよ。はい、ごめんね。やばい、ごめんね。でも、もう一回だよ。はい、はい、はい。はい、ストップ、ストップ、ストップ、OK? 触れないようにね。暴れない、暴れない。取り押さえようとする警察官に激しく抵抗したため、やむを得ず手足をシートでくるんで7人がかりで運びます。かなり酔っていて一般の人に危害を加える恐れがあるため、新宿署で保護することに。はい、どうぞ。東洋一の歓楽街と言われる歌舞伎町。この24時間眠らない街の安全を守るのが、新宿警察署歌舞伎町交番。触んじゃねえよ、ガキが。分かってねえよ、てめえ。目つぶすぞ、おい。お前分かんないんだったら言うな。どうな、別に言わないで。危ない、危ない。午後9時過ぎです。今交番から4人の警察官が家出したという少女を探しに出動します。東横広場に家出少女がいるとの緊急連絡が。あそこですか。あれか。あ、発見しました。日本一忙しいと言われる新宿歌舞伎町交番の警察官たちを追跡しました。今や外国人観光客であふれる歌舞伎町。新たなシンボル、歌舞伎町タワーの前には、トー横キッズと呼ばれる若者が集まる広場が。警察官が声をかけて回っています。一斉補導が始まりました。先月末からの一斉補導で42人を補導。周辺での補導件数は5年で7倍にも。そこからほど近い場所にあるのが歌舞伎町交番。真夜中も10人以上の警察官が常駐。24時間体制でさまざまな事件やトラブルに対処します。午後10時半、3人の若者を連れた年配の男性が交番に。あ、警護員か、警護員。はい、知り合いの警察官を訪ねてきたかのような口ぶりの男性。実はこの男性がトラブルの原因でした。とりあえず交番の外で事情を聞くことに。まだ、どうしました？そうです、電車で引かれて。若者たちによると、自転車に乗った男性と歩いている時に接触。一人が膝に軽い怪我を。しかも男性は酔っ払っているのではと言います。怪我してるんだったら事故として、人身事故として扱います。あ、わざと当たりやがお前。この男性の言葉に警察官は。お父様に当たって、ね、それでいてその態度ですか、大丈夫ですか。しかもスマホを出し、警察官に向け撮影を始めたのです。さらに若者たちに向かって。おめえ、覚悟しろよ。ああ、どういうことだよそれ。怪我をした若者は人身事故として届けを出すことに。警察は年配の男性が飲酒していた可能性があるため捜査を行うということです。新宿署によると、新型コロナでの規制解除により多くの人が歌舞伎町を訪れるようになったことで、喧嘩や酔っ払いも増加傾向にあるといいます。午後6時過ぎ、
コインロッカーで不審なスーツケースと現金を見つけたとの通報が。これ本来だと鍵抜いてないんだ。通報したのはそのロッカーを利用しようとした男性。鍵は開いていたといいます。ちょっとここでお金広げるのもどうかと思うので、交番の方に一緒に来ていただいて、はい、鍵が開いたままのコインロッカーの中に入っていた不審物、黒いスーツケースとなぜか現金がそのまま。通報した男性は、コインロッカーを開けたら荷物と現金が裸でもう10万とかがパンパンで見えたので、で結構な大金だったので、まあ、少なくとも20あったかな。そうなんですね。はい。謎の現金とスーツケース、交番で一時保管することに。夜9時半、お金を持ち逃げされたとの通報が。通ったら外人の女性に行こうときだったんだけど、ここでこの通りで、そう外に入ったけど人がいなくなったんで。実は歌舞伎町の大久保公園周辺では近年立ちんぼと言われる売春の客待ちが増えています。この日も何人もの女性が。こうした状況を受け、警視庁は先月の取り締まりで女35人を売春防止法違反の疑いで逮捕しました。そんな中、お金のトラブルも増えているといいます。外国人の女に金を持ち逃げされたという男性。相手の服装って何色の服着てました？このような被害が増えているそうです。午前0時過ぎ、落とし物を探しているという女性が。探していたのは、あの6時間前にコインロッカーで発見された黒いスーツケースと現金。荷物の特徴や金額などを確認したところ一致したため、女性に返却されました。女性は観光で東京に遊びに来たといいます。間違いできました。そうなんですね。買いました。一体なぜ鍵をかけずにロッカーに？預けて、はい、お金入れて鍵かけて抜き忘れて、それでそのまま取りに行こうと思ったら荷物なくて。空のコインロッカーを見て途方に暮れていたという女性。現金をそのまま入れていた理由については。大金持ってたからあれだったから、あんま持ってると良くない、携帯してると良くないから、とりあえずコインロッカー預けようと思って。今度はちゃんと鍵をかけてくださいね。真夜中の午前3時過ぎ、通報を受け現場へと急行する警察官たち。すると、どこに逃げられました？向こう逃げた、まあ、きっと走って逃げられました。救急車呼ぶ？大丈夫？現場にいたのは女性と男性。女性は顔に怪我を。怪我して、ね、撤退したんですよ。そして男性のシャツには血痕が。一体何が？24時間体制でさまざまな事件やトラブルに対処する新宿歌舞伎町交番。夜中の3時を回った頃、男たちに殴られたとの通報が。現場に急行する警察官たち。すると、どこに逃げられました？向こう逃げた、まあ、きっと走って逃げられました。救急車呼ぶ？大丈夫？通報したのは外国人の男女。男性のシャツには血痕が。一体何が？私と
でおしっこしてたの、うん、私も行かなくて、うん、でこんなところでおしっこしないでくださいって言ったら来てもらって、一緒に探しに行ったら喫煙所のそばで立ち小便をしていた男に注意したところ、いきなり殴りかかってきたといいます。男性も顔などに怪我をし、興奮が収まりません。携帯してなくて、携帯したんですよ、私が彼女いるからと思って、携帯してなかったんですよ、彼女まで彼女まで来たんだよ。男は3人組で、女性にも暴力を。まだ近くにいるかもしれない。その3人組を探します。いない。違う？現在、傷害事件として捜査が進められています。ちょっと検索をかけましょう。午後9時過ぎです。今交番から4人の警察官が家出したという少女を探しに出動します。前日から家出している17歳の少女が歌舞伎町にいるとの緊急連絡が。とりあえず広場。若い女の子全員声かける感じで。それっぽい。少女がいると思われる場所は、トー横キッズと呼ばれる若者たちがたむろしている歌舞伎町の広場。事件やトラブル、薬の大量摂取などが問題となっている場所でもあります。その広場にいる写真を少女が SNS に投稿していました。しかし現在分かっているのは名前だけ、顔は分からないといいます。そんな中でも警察官は、すいません、すいません、ちょっと人探してまして、お名前を伺ってもいいかな。名字だけでいいので。あ、じゃあ違います。ありがとうございました。ごめんなさい。わずかな情報を頼りに懸命に少女を探す警察官。すいません、ちょっと今人探してて、お名前をお聞きしてもいいですか。名字だけでいいんで。ごめんなさい、ありがとう。するとここで新たな情報が。あ、出た。155センチぐらい痩せ方、焦げ茶肩まで。しかし多くの人が行き交う金曜日の歌舞伎町、捜索からおよそ30分、見つけるのは困難かと思われたその時。あそこですか。あれか。別の警察官から少女を発見したという連絡が。話伺いたくて、名前分かるものとかお持ちですか。今持ってない。名前言える、言ってもらえるか。名字は、名字は、こちらの方は、なんでわかんない、お友達ではないの。ちょっと交番来てもらってもいい。大丈夫、人目があれなんで。そうだね、いいですか。行こうか。じゃあ17歳の少女は友人と2人で歌舞伎町をさまよっていたといいます。交番で詳しく事情を聞いたところ、探していた家出少女と判明。新宿署へと移され、その後家族に引き渡されました。眠らない街、歌舞伎町の安全を守る歌舞伎町交番。警察官の奮闘は続きます。